昨日よりは今日の方がもうドライバーもアイアンもずっと安定、昨日よりは安定してます。昨日もそんな悪くなかったんですけど、昨日はちょっとこうあのひどいミス、もうちょっとこうダフったりとかでドライバー左行っちゃったとか、ちょっと隣のホール近くまで行っちゃったっていうのがいくつかあったんですよ。その辺でやっぱりこうボギーが、昨日ボギーが4つぐらい出ちゃってるんで、まあ修正したってわけじゃないですけど、まあ普通にリズムよくしっかりこうアドレスを狙いたいところにしっかり向いてリズムよく振るっていうことを心がけてます。そうするといい結果が出るだろうという想定で、そしたらいい結果になってました。1番と9番18番でしっかりバーディーが取れるっていうか、僕意外にあの10、11、12、12番のロングはあんまりバーディー取るのが、12番じゃなかったっけ、あそこはあんまりこうなかなか僕バーディーチャンスにつかないんですけど、あの他の3つをしっかり取って、あとはまあそうですね、あのフェアウェイキープですかね、やっぱり、はい、フェアウェイキープして、あとはしっかりアイアンで、まあ、狙っていく、まあ、狙っていくとことを、ね、守るところってありますけど、それをしっかり決めてっていう感じですかね。あとは最後はパッティングがちょっとやっぱりこう微妙に難しいところ多いので、やっぱりそれが読み切れるか、はい、信じて打てるか、半月板問題ね、半月板は切れてます、はい、去年ずっと痛かったんですけど、まあそんなにねこんな重症だと思ってなくて、まあ、ちょっと痛いなぐらいな感じだったんですけど、もうオフになったらさらに痛くなっちゃって、まあ、歩くのも大変になっちゃったんで、まあ、レントゲン撮ったんですけど分かんないんで MRI 撮りましょうって言われて、それで、まあ最初は手術、まあ、その前に痛かったんで、そのなんて言うんだろう、まあ、ちょっと知り合いの、あの整形外科で、あのちょっとあれですけど、まあ、普通インソールなんですけど、まあ、測定板って言って、まあ、僕がそのやっぱできるだけこの膝に負担がかかんないように調整する測定板を作ってくれるとかあるよって言って、そこにも行って何回も歩いていろいろこういろいろやってもらって、で作ってもらって、それでオフは3時間とか4時間とか歩いてました、ずっと。だからこれを履いて、これを引いてやるともうちょっと違うところの筋肉が使えるからって言われて、ひたすら、まあ走ったりできないんで、ひたすらオフは歩いてたんですよ。1日3、4時間、そうですね、はい、多い時は4時間ぐらいも歩いた、延々歩くしかなかったんで、やることが練習できないし、あとはまあ本当に地道にあのリハビリの先生、あ、それであのまあその切れてるっていうことも分かって、そこの病院のリハビリの先生に、まあ、こういうトレーニングをしてくださいって言うんで、それを地道にやってたら2月いっぱいそのトレーニングを一応2月いっぱいしましょうって言われて、で痛みが本当になくなってきたんですよ。でまた先生のところ行ったら、じゃあ一応このまま行ってみましょうかって言うんで、はい、そのまま手術せずに温存治療、そうです温存治療、はい、でその代わりゴルフやるときとか練習のときは必ずテーピングとサポーターをしとかないとすごく自分が不安なんだよ、うん、でもあの病院の先生はもう試合に出るんだったらもうもっともっと負荷をかけても大丈夫のやぐらい強くトレーニングしなさいって言われて、走りなさいまで言われたんですよ。えって言って、でも最初怖いんでランニングマシンで走ったりしてて、ランニングマシンは大丈夫なんですけど、やっぱアスファルトの上とか走ってるとちょっと怖いんで、あとはちょっと芝生行ってちょっとジョギングぐらいな感じではやってました。今もぐるぐる巻きなんですか？ぐるぐるまで行ってないですけど、まあこうって3つぐらい巻いて、あとはこうピッてサポーターでしっかり止めてます、はい、
まあ、左足よりはまだ右足で良かったかなっていうのはありますけど、はい、でもまあ今はスイングにおいてはそんなに気にはしないで、うん、ただちょっとこのやっぱこの間シニアオープンの時にずっと歩きだったんで、ちょっとやっぱりラウンド中はそんな感じなかったんですけど、終わった後、ラウンド終わった後にやっぱちょっと痛みが来てたんで、ちょっと炎症しちゃうんですか、いやよくわかんないですけど、やっぱ歩き方が悪いのかわかんないですけど、うずくってやっぱちょっとこうあれがちょっと痛みが来てるなっていう感じはあったんです。だからもう特にこう下り坂はもう怖いんで、どうしてもこういう歩き方になっちゃうんで、大体こう見られるとあれまた膝痛くなったのとかって言われるんですけど、そうではなくて怖いから、まあ、怖いから心理的に、はい、そうですね。明日まあ本当なら僕も4日間やりたいですけど、明日まあできたら、はい、まああと2日間まだ半分ですからね、まあ今の好調を維持して、あとはもうパターンしっかり決めて、リズムですかね、自分のリズムで、はい、もう自分のゴルフで頑張ってやるだけです。はい、期待してます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。